いや、20分悩んでこれなんだ。すいません、浅はかです。私花よりのやです。よろしくね。俺はクラウドだ。仕事は何でもやだ。何でもよろずやクラウドによろしく頼むよ。あー、何でもやさ、何でもやるのさ。何がおかしい、どうして笑う。クラウドの位置悪いなこりゃ。ごめんなさい。でもね、すいません、なんか第 三者が来たけど、これクラウド構っちゃダメ。いや、体験持ってるんですよ、うちは。いいですよ。どういった勧誘なんでしょうか、君は。俺に構わなだと、構わなだと。え、いいの？構いに行っちゃったよ、わざわざ。ねえ、クラウド、ボディーガードも仕事のうち。何でも屋さんでしょう。え、そうだけどな。ここから連れ出して家まで連れてって。ああな、障害になりうるわけ。そこら辺にいる兵隊たちが。お引き受けしましょう。しかし安くはない。じゃあね、デート1回。これはそっとするで、当時の小学生。あ、で、結局敵判定でいいの、これは。どこの誰か知らないが。これ、シンラケンパニーじゃないの、知らない？おいおい、知ってるよ。そうだ、俺は知っている。その制服は、シンラカソパニーだ。お姉ちゃん、こいつなんだか変だぞ、と。黙れ、シンラのエレメ！皆さん、やっちゃいますか？考え中だぞ、と。ここで戦ってほしくない。お花踏まないでほしいの。あー、こちらの、え、奥で戦うんですか、じゃあ。あ、そんないいんだ、そのグラウンドみたいなとこいじくって。出口奥にあるから。あ、逃げんの、うちら。え、うっそー。いや、もう敵にこの花畑のとこ置いとくのが悪いだろ、これ。もうゴリゴリ前行っちゃってるかな、これ。あれは魔法の目。まあいいか、お仕事お仕事と。え、普通に考えて、いや、普通なんてねえんだよ、アリスによ。お花踏まないでね、だと。レナさん踏んだ、花ぐしゃぐしゃ怒られる。教育が足りてないんじゃないか、やっぱり。でも、追ってくれるってこと？なんか普通さ、相手のこと傷つけたいんだったらさ、お花踏まないで、みたいな話されたら、普通花踏んでいくのにさ、花をさ、そこに置きっぱにして逃げるというのはいいのかな、これ。まあ、なんでもいいか。たかが花だしな。そこに生えた花売ってたんか、エアリスって。でも花がさ、なかなかさ、スラム街じゃ生えないってことはさ、お花の価値高いんかなって思ったけど、お花買う余裕なんてねえからな、貧民には。だから結局商売として成立してないんじゃないか、お花っつうのは。種を売った方がいいのかもしれない。だから朝顔だな、やっぱこういう土地では朝顔がね、もう猛威を振るわけよ。お花んだ、四つ葉のクローバーいたぞ、あそこだ。あ、おい、ヘイと赤い髪の男と。クラウド、あれ、分かっている。どうやら見逃すつもりはないらしいな。どうしよう。捕まるわけにはいかないんだろ。それなら答えは一つさ。よいしょと。失礼するよ。さあ、ヤリス、こちら。ん？え、なんでよ。な、大丈夫だ、俺が受け止めてやる。分かったわ。しっかり受け止めね。古代種が逃げるぞ。撃て、撃て。あ、撃つな。あぶらあぶらあぶら。ギャーッとヤリスー、やっちまったか。抵抗するからと。夏の風物詩、エアリス流し。クラウド、助けて。行け、クラウド、流れろ。お前も流されてしまえ。あれは。しばらく待っている。戦え。逃げるんだ。逃げろ。そこのはしごがちょうどあるから。じゃあ、降りますかと。ん？降りないの？絶対、そっち帰れるけど。あ、本当に戦わない方がいいんだ、これ。じゃあ、浮いちゃいますね。クラウド、単身で。キャー、クラウド、助けて。逃げるんだ。まあ、分かったわ。古代種捕まえたぞ。あ、ごめんなさい、これめっちゃふざけちゃったの。じゃあ1対1なら勝てるだろ、エアリスさん。なんかマテリアル持ってるでしょ。おい、1しか効かねえぞ、エアリス。242。ちょっと部屋熱いな。エアリスで戦っといて、ちょ、冷房つけるから。これ3倍だな、こりゃ。すなわち、今のは何、待ってろにしとけばよかったの、ね、戦えちゃうんだもん、これ。これ、レノってやつが多分やばいんだろうな。中ボス判定出てるんだろうな。ふう、驚いた。あ、これで落とすのか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。クラウド、助けて。あ、すいません、すいません。ただいま参ります。ただいま、デリバリークラウド、樽落とし。ん？でもこれさ、なんか私の三段でやるとさ、こう左に倒さないといけなくない？左に倒すって、もうクラウド
構前にしか押さない気がするけど。逃げろ、今から樽落とすから。押そうとはしている、押す努力はしているんだけど、なんかたどり着いたんだけど。クラウド何やってた、樽物色してたらなんか勝手にエアリスが自分で解決してくれたんだけど。情けねえこれ。デートしてくんねんじゃねえの、もしかしたら。いては行ったり来たりしてるし。あぶねえ、情けねえ。男としての魅力かエム。しかしエアリスのこの母性をくすぐるぞクラウドは。エアリスの前では弟キャラだなこりゃ。決まったね今後の方針が。これじゃないの、左に行くのかな。左行って、ん、誰か明るいところに出た方がいい。んクラウド急がしょう。いやすまん、急ごうとはしてるのだがな、こっちか。これはわかんねえ、これ FF8 トラップだな。え、なんか教会ちっちゃくね、え、なんかケーキの上に乗ってる砂糖菓子くらいちっちゃくねえかこれ教会。ふぅ、まだ探してるね。初めてじゃないな、奴らが襲ってきたのは。まあね、タークスだよあいつらは。ふーん、タークスは真の組織ソルジャの人材見つけ出しスカウトするのがもう役目だ。こんなにやんぼやりじゃないだろ。もうごめんなさい、ちょごめんなさい、本当に読めてなさすぎですよ。気合入れろ、いけるぞ。大丈夫、20分間調光したエアリスの名前が決まんなかったくらいでへこたれるんじゃねえ。まるで人さらいみたい。それに裏じゃ汚いことをやっているスパイ殺し屋、まあいろいろだ。そんな顔してるね。どうしてあんたが狙われる、なんかわけがあるんだろう。別に、私ソルジャの素質があるのかも。そうかもな、なりたいのか。音ちっちゃいねこれ、音ちっちゃいわこれ。今回しよう、どうかな。でもあんな奴らに捕まるのは。いや、それじゃあ行くぞ。左から降りてと、左から降りないでと、トントン拍子だな。お、いいねこれ、勝手に人ん家の屋根の上って上がったらこれ法律的に反してんじゃないのっていうね、そういったね感覚がいいね。ロマンを追い求めるときにね、得意に法律を反していかねもならぬのだ。大丈夫かよりさ、よいしょと、よいしょと。身体測定してる一人だけ。廃屋屋根飛び交い、一人で先に行っちゃうんだもん。おかしいな、ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。もう意地悪、イチャついてんなこれ。ねえクラウド、あんたもしかしてソルジャー。てん、またソルジャーだ。どうしてわかった、あなたの目その不思議な輝き。そう、これは魔光を浴びたもの、ソルジャーの証。ソルジャーってそんな魔光の近くでいつも作業してんの。なんかあんまり装備が整ってないんだね。やっぱ天引きか、シンラも天引きなのか。クラウド買えなかったんだろ、天引きやめてくださいって言ったら、じゃあもういいですよ、用意しませんよって。その発注書じゃあこちらで破いときますからねって。ずっと魔法浴びてたんだろうな、こいつも。いつかゴーグル変えるといいね、その理屈で言うと。え、でも元ソルジャーなの目でバレちゃうのか。じゃあグラサンキャラ怪しくねえか、今後出てくる。どんたこそ怪しいぞ、あいつ魔法浴びてるかもしれん。今度会ったら引っ張られた後でこう飛んだサングラス踏み倒しながら、あいつの面覗き込んでやんねえと気すまなくなってきたわ。よし、行くぜ。こっちは私の家、あの人たちが来ないうちに急ぎましょう。でさっきのアフラー頭何、なんか通ってったよね。あ、ここ教会か。ん、自由に動きすぎなのじゃないか。え、やべえ、なんか変なとこ出たし、クラウドいねえんだけど。なんだこれ、堪能できる07番号、どこなんだこれは。あれがなんか境界線みたいなとこ、国会国境みたいな感じ。07とこっちのあのバンチの。これクラウドいないんだよな。どこにいんのこれ。まあいいか。いないってことは行くなってことなんだよ。やっぱ教会ちっちゃくねえかこれ。おい、なんかもう子供帰ってきてんだけど。大丈夫か、あの野蛮な男どもが。ひーちゃんたちね、ここのお花お世話してんの。ダメ？全然構わないよ。大切にな。うん。じゃあ足跡取っといて、さっきの。なんかレノみたいなことか。あとの水あげますからね。看病してるわ花の。まあ想像力が豊かで大変よろしい。子供らしいわ。子供らしからぬことをされるくらいだったらお花に水あげてる方がね、こっちとしても面倒見やすいですわ。セーブですよ。それはそうとしてセーブですよ。何、精密兵器ですよみたいなこと言ったの。ちっちゃい声でブツブツ言わない。よし、明るい家に住んでるんだね。なんか不自然な発光が目立つ。
なんか石とかで管理して石光らしてんのかこれ。おいいいなこれ、スクラップ住居。変なんだよねこの土管の中の人、何を聞いてもあーとかうーとかしか言わないんだよね。それは大変だ、休館だこれは。イケクラウド、エアリスさん出てきた。この家、ここの人病気みたいなの、近くで倒れていたの誰かが助けたんだって。あー勝手に入っちゃっていいんすか。しかしちょっと入る気なかったんですか。ちょ怖いこれ、酒煽ってんじゃないの。あーうわー、目を見してみろ、お前も元ソルジャーじゃないか。直せるこれ、この人なのね、助けてあげられない。うわー悪いが俺は一緒じゃない。そうなんだ、そうそうよね。でも草とか食わせきゃいいの。あらこの人入れ墨してる、数字の2かな。2番の人、でもめちゃくちゃトロフィーとかあるいい土管に住んでるっぽいけど。テレビもあるな、テレビだけでこの家の光持ってるんだ。まあ、あんまやめといた方がいいなそれ。あーすごい真っ当な意見。うん、それはやめといた方がいい。虫たかってきちゃうからな意外と。何をしたか下向いたりてる。下にはいろいろ落ちてるけど上を見たって何もして気がしないものでしょ。いやーこれ危ないとこ絶対プレート落ちてくっかんな、この感じ。こんにちは、ジンジロ、すいません、なんて言いました、チンジロ、ジロジロ、ふん、アイテムは金と引き換えだよ。ケアルとか持っとく。てか、ティファちゃんにさ、ケアル持ってかれてってるよな。ちげえ、あいつはクソはドンタクスね、ドンタクスのエアリス持ってかれてるからよ。エアリスちゃんってケアル撃てんの？撃てないや。あ、マテリア返せ、あいつ。ああすいません、取り乱して。クソ、あいつマジでケアルだけ持ってきやがった。ケアル持ってったあげく人をさあ、もうダメだ、クラウド以外に装備を与えるのを禁ずる。まあ結局こうなってくる、そんなこと言い始めたら。なんか新しいの手に入れてたよ、そういえば。チタンバング防御率、あこれいいじゃん。どうせ誰もがよくしてくれないんだ私のことは。ポーションたくさん買っとこう。まあどうせドンタコスと会うとはね、会うのは10年後ぐらいの話でしょ。大きくなって見返してやるぜあいつを。そしてやっぱ娘の前でぶん殴ってやるぜ、あいつの頬を3度殴ってやるぜ。うん、みんなそっぱした。だがアバランチャーがアバンチュールだか知らねえ、あいつらも信用ならで、あれこれ言ってても結局上の連中が羨ましいだけなのさ。なら誰を信じるか決まってんじゃねえか。俺だよ、俺、俺は俺に嘘つかねえからな。ジュー甘ーい、その考えは甘いぞ。グーグー、これで誰にも見つからん、むにゃむにゃ。一番上と二番目の。来た。一番目と、ぜひ一度。亀道楽。いや、ここ、一番と二番の間だ。一番と二番。だから二番が何を指すかっていうのは。ゴギルか。ガキからせしめてどうする。そうだ。空っぽか。で、ケアル落ちてないから。空っぽか。ゴギルか。ゴギル見つけたらね、大人ならばね、10ギル置いてかねばならぬのだ。だからここでポーションを買った、ん、ここじゃないのか。ちょっとやばいぞ。どうしよう。いや、ん、取る。ん、取らない。ん、モニタリングされてる。クラウドどうしよう。もうやめとこう。この街で何か起こすと、こう、うちらが住んでたあのティファちゃんの酒場が危ないからね。何が起こされるか分かったもんじゃない。ダメだ。おっとっと、人んちのフリーザーを勝手に開けるのっておっかさんに言われなかったかい。すいません、あの身動きが取れないんです。あー吸い込まれるフリーザーに。じゃあこっちこっち、スクラップだろうがマテリアだろうこの人も手にやらないものはない、いマテリアが揃ってるぜ。お、来た来た来た。あ、ケアルかあんじゃんこれ。回復高ないかこれ、一番高えじゃん。ん、あれなんかマテリア回収してないこれ、持ってる数になってんじゃん。いつの間に？あ、回復持ってんじゃん。あー、なんだこれ。人入れ替わったら回収されるようになってんのか、多分。霊気とかって持っといた方がいいのかな？でもこれ拾えるっぽいけど。あ、でも霊気持ってんな、誰かしらが。じゃあいいや。マテリアやもしけとんな。誰でも持ってんぞ、そんな。まったく。こっちだ、こっち。家どこ？こっちか。ここ何？すいません。やばいやばいやばい。ハムスター張りに細い道に吸い込まれていく。ここか？こんにちは。お邪魔。これがスラムの常識を素直に、まず杖武器だろ。
タンバングル。なんかチタンバングルいりそうだな。武器やつって。爆弾とバングルしか売ってねえのか。研ぎ石くらい置いとけよね。犬。犬こっちか？ちょっと待って。違いすぎない？急に。空気の澄み具合、こんな違うことあんの？滝も流れてるよ、これ。俺、せしめてやがんぞ、これ、水と草を。これ、独占しすぎじゃない？こっちに人住まわしてやればいいのに。いや、でもわかんない。この広大な地をなぜ持っているのかっていうのが、エアリスちゃんの謎に通じてくるのかもしれない。お邪魔します。お邪魔しました。ただいま、お母さん。ただいま、お母さん。ただいま。この人、クラウド。私のボディーガード。ボディーガードってお前また寝られたのか？体は怪我はないのか？大丈夫。今日はクラウドもいてくれたし。明日も、明後日も。そして1時間後も、ねえ、これからどうすんの？7番街は遠いのか？ティファの店に行きたいんだ。ティファって女の人？ああ。彼女？そんなところだ。見え張っとけ。うん、いいね。で、外野から囲んでいる。7番街だったわね。私が案内してあげる。冗談じゃない。また危ない目にあったらどうするんだ。慣れてるわ。慣れてる？まあ、どうだとしても女の力を借りるなんて。女の力なんて？そういうことされて黙ってるわけにはいかないわね。この町一番の女だぞ。お母さん、私7番街までクラウド送ってくから。言い方からやっぱにじみ出てるもんな、強さっていうのが。送ってくから。お母さん、私クラウド7番街まで送ってくるから。やれやれ、言い出したら聞かないからね。でも明日にしたらどうだい？木はもう、待て、何の音これ？何の音？あ、大丈夫でした。うん、上がったお母さん。エアリス、ベッドの準備をしておくれ。うちは宿屋じゃないのよ。っていうお母さんじゃなくてよかった。なんてまたエアリスが悲しい思いをすることになる。あ、連れてかれたことあるん。なあ、エアリス、そこら辺どうなん？やっぱ本人に聞かないとな、ファクトチェック。即、本人に質問だ。ソルジャーになんか悪いことをされたことがあるの？ 6 番街、ちょっと危険なところだから今度は、ゆっくり休んでね。鼻を噛みます。あんまり喋らないで。クラウド。おやすみ。つえ女だぜ。エアリスは。まあ、いってね。尻に敷かれとるもん。血引きにされすぎだろ、クラウドは女の。かなりあれだな。疲れてるみたいだぞ。ああ。こんなきちんとしたベッド久しぶりだ。まあ、そうだな。あれ以来かな。これ誰と喋っても分離してんのこれ怖いよ。あれこれ何？これどこ？ほんとに立派になって。そんなんじゃあれだね。女の子持っとかないだろ。別に。お母さんにもこんな態度だな、あんた。心配なんだよ。他にはいろいろ誘惑が多いんだよ。ちゃんとした彼女がいれば、母さん少しは安心できるってもんだ。お前お母さんってか、人間から生まれてたんだ、クラウドってほんとに。あんま人間見ないからさ、なんかもうほんとマジでサイボーグだと思ってた、今の今まで。ごめんな。俺は大丈夫だよ。まさかクラウドにも選挙権があるとは思わなかった。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをグイグイ引っ張っていく。参考にします。そんな女の子がぴったりだとは思うんだけどね。なるほどね。女の子で、いやでもどっちも結構引っ張っててくれてるな。でもティはどうなの？ティは結構支えてくれてるタイプだと思うけどな。いやでもお母さんから見たね、クラウドとね。いやでもどうなんだ、家族に見せる姿がね、真の自分だっていうのはね、やっぱ否定できないからね。でもなんか、店員さんに対する態度がさ、将来のさ、お嫁さんに対するさ、態度、興味ないね。興味ない？まあお母さんだから、身内にさ、お前はこういうやつ好きだと思うよって言われるのが一番腹立つか。え、何これやばい、寝過ごした。やべ、家から出てかないと。6番街を越えて7番街か。一人で何とかなりそうだな。バタン。やば、走ってかんとこエアリスが、あーなんで階段側じゃないんだ。もうまたタークス来たのかと思ったじゃない。おとなしく休んで。便所。便所行くだけだから気にしないで。便所行くの。便所、クラウドだって暴行ついてるよ。人間だからね。クローンだったらまだしも。敵は見つからないようにと。走れ。え？もうまたタックス来たのかと思ったじゃない。おとなしく休んで。これ、エアリスが寝るまで待っとけパターン。じゃあ、グーグーしとくか、クラウドこのまま。これエアリス、すごい娯楽がない部屋だな、これよく見たら。これ何で楽しんでる？すいません、勝手に始まるんですが。あ、こっから操作すんのね。はい、来
ました。で、ちょっと待って。わかった。これ階段沿いで行けばいいんだ。ちょっと歩き方わかんないんだよな、RPG の。ずっと走ってるからさ。なんつう、なんかそういう、模範的なコマンドがわかんないんだよね。典型がわかんないんだけど、歩くときのコマンドの。でしょ、ヘルプ出して、ヘルプ。こう、優しく倒せばいいの、こうやって。これ歩けてる？これ歩けてるね。これ歩けてるよ。いいよ。え、これ下の方でも判定食らうのかな？いや、でも下手なことすんな。帰るぞ、クラウドは。お邪魔しましたー。グラタン美味しかったでーす。便所ない。ついでに便所寄ってった方がいいな。長い旅路の日には。まあ、いっか。ここどんだこするじゃねえし。しょんべんしたって意味ねえか。ずっと朝だな、ここ。まあ、いいけど。そこにケチつけたってしょうがないだろ。朝の方が植物が綺麗なんだ。光を吸ってな。